BRCA 遺伝学的検査の案内を受けた方へ。はじめに、この動画は BRCA 遺伝学的検査を受けるかどうか検討されている方に、遺伝性のがん、遺伝性腫瘍や検査について紹介し、役立てていただくことを目的に作成しました。説明冊子、乳がんの治療を受けられる方へ。34ページから37ページもお手元にご用意の上でご覧ください。がんとは、正常な組織が体の中の遺伝子に変化が発生し、その遺伝子の変化が蓄積した結果、そうした変化を蓄積した細胞が増えていき、そして周りに広がり、血管などに入り込んでいくことで発生していきます。私たちの体の設計図である遺伝子に変化が発生し、本来の役割とは異なる働きとなった細胞が増え続ける疾患が癌です。この遺伝子の変化は、加齢、紫外線や化学物質の影響、ウイルスへの感染、喫煙、飲酒などにより後天的に起こることがほとんどです。遺伝性腫瘍とは、遺伝性腫瘍は、生まれつき遺伝子にがんの発症と関連がある変化、病的変異があり、それが原因となってがんを発症しやすくなる、がんを発症しやすい体質です。現在、1年間に新たに乳がんと診断される方は約 9.4 万人であり、そのうちの 10%、約9400人が遺伝性腫瘍であると言われています。また、全体の 20% は遺伝性かどうか関係なく、家族に乳がんの方がいます。遺伝性腫瘍には、いくつか特徴があります。ただし、遺伝性腫瘍であっても、こうした特徴に当てはまらない方、家系もあります。遺伝性腫瘍の特徴、一般の年齢より若い年齢で発症している。何度もいろいろな臓器、両方の臓器にがんができる。近親者、親、兄弟、子、おじ、おば、祖父母で同じがんを発症した方が多い。特徴的ながんができる。HBOC とは、遺伝性腫瘍の一つです。遺伝性乳がん卵巣がん、英語の Hereditary Breast and Ovarian Cancer の頭文字を取ってこう呼ばれます。BRCA1、BRCA2 遺伝子に生まれつき変化が起こっていて、がんを発症しやすい体質と分かっています。がんの既往歴にかかわらず、一般的に200人から500人に1人の方がこの HBOC に該当すると言われています。BRCA 遺伝子は DNA 遺伝子の元となるものに生じる変化を修復して細胞のがん化を抑える働きがあります。HBOC の場合、BRCA 遺伝子の本来の役割であるDNA の修復を十分に行うことができず、その影響を受けやすい臓器、乳房、卵巣、卵管、腹膜、前立腺、膵臓などでがんが発症しやすくなることが分かっています。右の円は、各がんにおいてどのぐらいの方が HBOC なのかという数字を表した図です。検査について、この遺伝子検査では、2万種類ある遺伝子のうち、BRCA1、BRCA2 遺伝子を調べます。発症年齢や家族歴から HBOC を疑う方に行う場合があります。また、PARP 阻害薬という薬剤、お薬が使えるか調べるために行う場合があります。検査の方法です。
遺伝子検査は採血を行い検査を実施します。治療中の方は採血日や採血場所をオンコロジーセンターの採血と合うよう調整します。血液中の白血球から DNA を抽出して、その中の BRCA 遺伝子の部分だけを調べる検査です。 HBOC 以外の遺伝性腫瘍やその他の体質については分かりません。治療薬や体調、食事などの影響は受けません。発端者、家族の中で初めて遺伝子を調べる方の遺伝子検査では、BRCA 遺伝子の塩基配列を一つ一つ調べます。家系因、発端者が陽性と分かっている血縁者で、2番目以降に遺伝子を調べる方の遺伝子検査では、発端者の方と同じ遺伝子の特定の箇所に変化があるかどうかを調べます。これを血縁者向け検査と言います。検査の結果の解釈です。遺伝子検査の結果には大きく分けて病的変異あり、未確定、病的変異なしの3種類があります。陽性、病的変異あり、ポジティブ。BRCA 遺伝子にがんの発症に関わるような変化、病的変異がある、または病的変異と疑われる変化があるという状況です。発症したがんは遺伝性であり、特定のがんに一般の方よりもなりやすい状況を指します。未確定 VUS、BRCA 遺伝子に何らかの変化が見つかったけれども、それが癌の発症と関連付けられるのかどうか検査を実施した時点でははっきりしていないことを指します。陰性、病的変異なし、ネガティブ。今回行った検査では BRCA 遺伝子に病的変異が見つからなかったことを指します。陽性、HBOC だった場合、今あるがんの治療の検討や新たながんの発症に対する選択肢、リスク低減手術や、あるいは計画的な生涯にわたる検診、サーベイランスが加わります。PARP阻害薬が治療薬として選択肢となることもあります。HBOC だった場合の治療・対策について紹介します。薬物療法では従来の治療薬に加えて PARP 阻害薬が治療薬として選択肢となることもあります。新たながん発症への対策です。リスク低減切除術、手術でがん発症前の乳房、温存した乳房の切除術、がん発症前の卵巣、卵管の摘出手術を選ぶことができます。生涯にわたる計画的な検診、サーベイランスとも言います。乳房は MRI、 マンモグラフィー、超音波検査を行います。卵巣、卵管に関しては経膣超音波 CA125 の腫瘍マーカーテストを行います。膵臓は膵がんの家族歴がある場合、定期的な画像での評価を検討します。男性の HBOC の方は前立腺がんの検診として PSA という腫瘍マーカーテストを行います。検査の限界です。がんの既往歴や家族歴から遺伝性腫瘍と強く疑われる場合でも、必ず遺伝子に病的変異が見つかるわけではありません。その理由として、今回実施した検査では検出されない病的変異を持っている可能性や、今回調べなかった別の遺伝子に病的変異がある可能性が考えられます。検査の費用です。この検査は保険収載された検査です。3割負担の場合、面談料、検査費用、採血の主治療などを合わせて
約7万円ほどです。検査結果が血縁者に与える影響。人が持っているほとんどの遺伝情報は父親から受け継いだものと母親から受け継いだもの2つで1組になっています。この2つ1組で持っている遺伝子のうち1つだけが子供、次世代に引き継がれます。どちらの遺伝子が引き継がれるかは偶然によって決まります。ある人が持つ2つ1組の遺伝子のうち片方に病的変異があった場合、その変異が子供に受け継がれる確率は2分の1、50% です。あなたが遺伝子検査を受けて病的変異が見つかった場合には血縁者も同じ変異を持っている可能性があります。血縁者にとっても自身のがんの発症しやすさを知り、がんの早期発見や計画的な検診を考えるきっかけになることがあります。プライバシーの保護、検査資料の扱いについて。この遺伝子検査は外部の臨床検査会社にて行われます。血液や資料を病院から出す際に名前などの個人情報は使わず、病院の診察券番号で検査の依頼をします。院内での取り扱いについても、あなたのお名前や検査結果などプライバシーの保護には十分配慮いたします。採取された資料はあなたが希望する遺伝子検査のみに使われ、あなたの承諾なしに他の検査の使用に使われることはありません。また残った資料は再検査に必要な場合に備えて臨床検査機関に一定期間保管された後破棄されます。遺伝カウンセリングについて。遺伝性腫瘍について専門スタッフに相談できる外来、遺伝カウンセリングがあります。検査前に面談希望の場合はお早めにご連絡ください。遺伝子検査についてより詳しい説明を希望される方、家族のがんについて HBOC 以外の他の遺伝性腫瘍についても気になる方、 HBOC だった場合の治療や対策について具体的に相談したい方、血縁者への影響について事前に相談したい方、また遺伝子検査を受けた後であっても遺伝に関する相談がある場合はいつでもご予約可能です。当院での検査の流れをご紹介します。医師からの検査案内の後、遺伝カウンセリングをご希望する場合は検査前に予約を取得してください。採血の希望があった場合、採血日や採血場所は治療中の方はオンコロジーセンターの治療と合うように調整します。検査希望の場合は受付または担当医師、看護師に申し出てください。検査をする前に説明同意書への署名提出が必要です。検査結果は検査を受けてから2、3週間後の診療科の外来にて担当医からお伝えします。陽性という結果だった場合、遺伝診療センターのスタッフと面談し、今後の HBOC としての対策や婦人科の受診予約調整、検診、血縁者への対応など具体的にお話しします。ここからはよくある質問をご紹介します。検査を受けるかどうか、いつまでに決めればいいでしょうか。採血をしてから結果が届くまでに2、3週間ほどかかります。検査の前に遺伝診療センターでの詳しい話を聞きたい場合や、検査を受けるかどうか家族と相談したい場合には、担当医にいつまでに決めればいいか聞いておくといいでしょう。また結果によってリスク低減切除術、体側乳房や卵管卵巣の切除の希望がある場合にも手術日程の確認を行いますので、担当医にご連絡ください。検査を受けない場合でも標準的な乳がんの治療を受けられます。結果が陽性でがん発症前の乳房、卵巣、卵管の切除術を乳がんの手術と同時に検討する場合の流れを紹介します。
結果説明の後に婦人科を受診していただきます。そこでは診察と主治医からがんの発症前の卵巣・卵管の摘出術についての紹介を受けます。その上で乳腺外科での手術の前の最終面談を行い、入院・手術という流れになります。遺伝子に病的変異が見つかった場合、それは家族に必ず遺伝するのでしょうか。 BRCA 遺伝子が陽性という結果であった場合、検査を受けた方の親、兄弟、子が性別に関係なく 50%、 2分の1の確率で同じような遺伝性のがんを発症しやすい体質を持つ可能性があります。ただし、がんの発症までには様々な環境要因が複雑に影響するため、同じ体質を持っていたとしても必ずしも同じ種類のがんを同じ年代で発症するとは限りません。 HBOC 以外の遺伝性腫瘍も気になります。当院では BRCA、HBOC 以外の遺伝性腫瘍と関連している遺伝子も調べることができます。家族歴が不明の場合でもご相談いただけますので、詳しい説明をご希望の場合は遺伝診療センターまでご連絡ください。表では HBOC 以外の遺伝性腫瘍について簡単にご紹介しています。検査を受けるかどうか考えるときに、遺伝性乳がん卵巣がんを知ろう、みんなのためのガイドブックを出版しております。また HBOC をご理解いただくためにはホームページから無料で資料をダウンロードできます。最後に、この遺伝子検査を受けることで生涯変わらない自身の体質の一つを知ることになり、その体質に基づいた治療の選択肢が広がります。また自身の新たながんの発症の可能性を知ること、血縁者への影響について考えるきっかけになることもあります。あなたが内容を十分に理解でき、納得した上で検査を受けるかどうか選択できるよう、不明点や気になることがある場合には主治医や看護師、遺伝診療センタースタッフにお尋ねください。